初めまして以前から配信を拝聴させていただき日々勉強させていただいておりますただのジジイの戯言ですはい、うん、あの勉強にはなりません、えー、この度ご連絡しましたのは自身の離婚問題についてですと 今年2月に主人が家を出ました。えー、同月、私は衰弱により、えー、入院し、退院後に主人側の弁護士から離婚の意思を書面で伝えられました。その後、弁護士と連絡を取り、4月に協議の場を用意していただけました。そこで私は離婚の意思がないことをお伝えしました。 それ以降全く連絡もないので私の気持ちも変わりません。役所への必要書類等も主人が管理していたため弁護士を通して提出のお願いをしているのですが一切返答なしです。プーさんのお知恵をご教授願えれば幸いです。何の何の <laughs> 何の何の知恵をうん。はい。何のあ、ちなみに、ご教授とご教授の違い知ってるお前たち。うん。ちなみになんだけど。今ちょうどご教授って書いてあったからさ。ご教授とご教授の違い。ご教授は教えるに示すで、ご教授ね。で、教えるに受ける。で、ご教授。 これ、どういうことかっていうと、ご教授は単発の質問って考えていい。単発。そう。で、ご,ご教授っていうのは、継続的に。これからも継続的に、あの、いろいろ、ね、教えてくださいねっていう。そう。ご教授っていうのは、あ、これどういうことっすかあ、これ、この質問、これ、これどういうことっすかあ、これに対してはこうです。ああ、わかりました。これご教授。 で、あ、今後ともよろしくお願いします。はい。またあの、あ、前回これこうだったんですけど、今回どうすか。あで、前回どうこうだったんですけど、今回どうすか。っていう、継続的な指導っていうのは、今日、ご教授だね。うん、そう。っていうね、そう、指示と指、うん、指示と指導っていうのと、またちょっと、指導っていうと、まだ、それが連続するかどうか分かんないから、その内包されてないから、そう。あの、要は連続的に、 そう連続的に、あのーしえー、と指導を受けることを教授そうで単発みたいなのが「もう教授」って思っていいですはいえこれ合ってるよねえ今誰か調べてくんねなんか違うとか言ってるやついるんだけどえご教授は先生と生徒の関係でご教授は師弟関係がない場合にこれ師弟関係があるなしって関係あるかな うん、いや多分ね指定関係があるなしにかかわらず継続的まあだからそれを継続的指定関係があるってことは継続的にっていうことじゃん要はそれが今日中で単発単発のパンって教えてもらうっていうのが要はご教授っていううんはいはいっていうことっすねはいだから簡単に考えるとはいはいはいなのでそれ俺の認識でも合ってるはずです 合ってるはずですまあなんか辞書には指定関係があるなしで教授か教授が変わるらしいですけど。はい。っていうね。うん。あの僕の認識では、あの継続的に、あの、これからもこうずっとその何ですか指導を、えー、ご教授が教えるのは知識や方法など、比較的簡単な内容です。一方、ご教授はどちらかというと、専門的な内容のときに用いられる。もう、えー、それどこに書いてあんの うん、俺合ってるよね。俺合ってるよね。うん 俺と突者の関係であれば基本的にはご教授ですよね。そうですよね。そうですよね。合ってるですよね。ああ、よかったです。はい。合ってるそうです。はい。ということでね、ございます。合ってるということで。ありがとうございます。はい。ということでございますね。はい。なので、えー、まあそんな教授と教授の話。まあここでね、えー、一定期間にわたり専門的な内容を教えてもらう場合はご教授。手続きや方法のようにその場で一時的に教えてもらう際はご教授を使用しますってのもある。あ、じゃあ合ってるわ。うん。じゃあ合ってます。 っていうことなんでね、皆さん。はい。そういうことなんで、よろしくお願いいたします。はい。ということで、僕の考え方も合ってるし、まあ、別の、なんか考え方もあるそうです。っていうことで。まあ、気になることは、ご教授、ご、ご教授、ご教授、違いとかで調べてみてください。はい。ということで、まあ、あの、一応合ってるそうです。よかったです。ギリギリ政府ということでね。はい。っていうね。え、ビジネス用語では、俺の、 と書いてて、書いてありましたと。はい。っていうことらしいです。はい。っていうね。ええー。あ、いやいや、全然,全然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 。指定関係までは考えていませんでした。申し訳ありません。いや、違うんです。違うんです。違うんです。あの、たまたま、たまたま今教授っていう、こ、あの、ワードが出てきたから、あの、その枝葉として、あの、雑学的な話をしてただけで、話であって。全然そんな、そんな風に取らないでください。はい。で、えっ、ー、と、ごめんなさい。これ、ちなみに通話できますこれ、今、現状何を聞 聞かれてるかが分かんない状態なんでツイキャスで見ながらスマホでラインしてますはいであの通話はできるかできねえか通質問してるんですけど <laughs> 難儀そうだなうん。あできますあじゃあかけていただければはいえもちもちあもしもしあ、<laughs> はじめましてはじめましてどうもこんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますえっとちなみにこれご主人おいくつであなたがおいくつって感じなんですかね えー、ちょっと年齢いってるんですが。はいはい、全然。人,人が43で。あ全然全然、はい。私が42。はいはい、って感じですね。はい、で、えっ、ー、と、これ今、えっ、ー、と、今現状はこの LINE の内容で、あの、理解したんですけど、えっ、ー、と、これ、はい、僕の知恵王っていうところは何を聞きたいってことですか離婚したくねえって話ですかこの<は>私の意向というのが、はい。 その一度の競技しか行われていないのではいあのその時も主人は何も言わなかったんですねはいな何も言わなかった弁護士さんがとは弁護士さんがはいあの話すだけあノックのとこでよく上がるんですかあなたいえノックのとこ上がったことありますよくあ,ありますがああるす、ね、よくっていうほどではない おっと、なるほど。なるべく俺の。三四回。なるほど、三四回、俺のっくんところに結構上がってるおばさんとあんまり喋りたくないんですよね。あ、マジですか、じゃあ、切りましょうか。<laughs> いやいやいや、いいですけど、まあ、とりあえずちょっと話を聞きまして。それで、はい、っていう感じなんですけど、えっ、ー、と、これ、まず、なんで離婚はしたくないですかね。えっと、はい、離婚したくないのは。うん、えー。 主人が出てったのがあまりにも突然すぎたということそれは離婚したくない理由、ねね、受け入れられないえっとーえっ、ー、と今ご自身は働いてらっしゃらないですよね多分ねはいでご主人の稼ぎで、えー、と生活してらっしゃったってことですよねえっと私自身ははいえっと障害年金と貯金、はい 貯金、あー、じゃあ、以前は働いてらっしゃったんですか。はい。あい、何歳ぐらいまで働いてたんですかね。えー、三十五。あ、七年前。はい。で、貯金がいくらぐらいあるんですか。現在はもう二十万円切ってます。二十万円切っていると。だから、離婚したくないってことですか。あ、い,いえ。というわけではなくて。はい。 2>, 2月の時点でもは、はいうん、もうちょっとあったん 2, ?2 月 2> あそう主人が出ていった時ああ2月が主人出ていってでその時にはまだもうちょっとあったとええー、それは何の話をしてるんですか ?10 万円ぐらいはありましたけどええー、何の話をしてるんですかはいでも、はい、その離婚 をしたくないというのは、はい。うん。いや、一方的なストーカーみたいな、はい、愛してるみたいな気持ちなのか。はい。いや、お金がなくなるからでしょいや、主人から生活費もらってないので。ん ?2 月まで一緒にいた間 いえいえ、以前から。2月よりももっと前からはい。じゃあ何で生活してたんですかあなたは。私の障害年金。障害年金なん、えっ、ー、と、今、何級っすか年金。えっと、一番上です。一級ってことですかえー、身体障害の。はい。2ヶ月に一度で。はい。2> 2 十八万ですよね、一番上だったら。いやいやいや、一番、一番上だったら十八万ですよ。お聞いてんのか、ハゲ。聞いてます。あ、いや、聞いてました。あ、すみません。あ、聞いてないと思っちゃった。はい、えっと。あ、そうですか、すみません。でも今、抜毛症になっちゃったから、あああ、そそれすみませんでした。じゃあ、一番上じゃないんですね。十六万六百、十六万五百5 おじゃあ何かで減額されてるんですかね多分ね多分一番上は9万なんで月1級はでだから二ヶ月分で,でプラスから,は、はい、からえー、月に1万2,000円ぐらいうんじゃあ入りますそうすると月換算で9万くらいあるってことですかえー、78万ってとこなんでそんなに減るっすか 減るんじゃなくてだって16万2か月で16万いくらあってそうすれば月換算にすると8万なわけじゃないですかそうするとそっから1万2,000円プラスすると9万何がしでしょえ,えっていうかごめんなさい障害者年金って2か月に1回じゃないっすよねえ二2か月に1回ですよ。あ,あそうなんですか。はい、でじゃあそうするとなんで78万になるんですか ちゃんと計算すれば8万9400、うんえー、ま、うん、あ,あまあいいっすわじゃあそれでそのぐらいの、ね、値段っすねとかですねはいはいでそれでえっ、ー、と離婚をしたくないとでも単純に考えて片方を離婚したくてでもう片方は離婚したくないっつってなってたとして もうじゃあ離婚しなかったとするじゃないですかそうすると相手の方にはあなたに対する愛情がもうないわけだから離婚したいわけじゃないですか、はい、そうするとその人と一緒にいて幸せになれますなそこなんですよねなんかはいその出ていく前から、はい、いわゆるセックスとかもなかったし、はい、だったらなおさら離婚していいじゃないですか。 それで成り立ってたんですよ。いやだから成り立ってないから出ていったんですよ。頭おかしいんですか<ー>はい。ですよね。あじゃあイヤイヤになったってことですかそういうことじゃないですかね。だから出て行ったんじゃないですか結果的に。それ成り立ってなかったん、えっと、結婚して5年ぐらいなんですけど、はい、まだ。はい。 ようやく気づいたっていう感じですか相手が。ん何をですか。を現実に。えちなみに今お酒飲んでます。いや。えの飲んでますよね今。いえ、飲んでません。あ飲んでないですかあすいませんすいません。すいませんはい。ほんでえっ、ー、と何でしたっけえっ、ー、と。 5年たって今更気づいたってことですかってどういうことですかそれ俺に言われてもよく分かんないですけどそれご主人に聞けばいいんじゃないですかでも先ほどおっしゃってたじゃないですか、はいはい、え何をですかいややっぱり嫌だったんじゃないのってはい言いましたけどうんだそれまでに8年間の交際があるんですねはいそれでそれの、えー それを経て結婚したので、はいはい、なんかそんなにすぐに離婚届にハンコを押せなくて、うんと、ん、ごめんなさい。それでも競技が入ってるんで、あなたがダダこねたところで多分離婚になるじゃないですか。だったらそれが早いか遅いかだけの違いじゃないですか。ねえ<で>、はい、じゃあ2回目の競技お願いしますって言っても、はい、あの、 できないんですよ。はい。そこが。あの。今回。ご相談したところいいです。それは相手の弁護士。に言う話じゃないですか。あ、もちろん弁護士を通してますが。はい。二月から。はい。えっと。連絡すると。はい。相手の弁護士はいない。 不在とか、受付嬢が出るんですね。う、はい、んと、あなたは弁護士を雇ってない。あ、まだ調停にもなってないんで。はい。あ,あ、なるほど。雇ってません。うん。まあ。無理じゃないですか。だって、相手に愛情ないわけですもんね、あなたに。いや、あの、連絡が取れないっていうことなんですね。 問題は。で折り返しはしてくるんですか弁護士は。い,いえ。じゃあ折り返しくださいとお願いしてるんですか。お願いしてます。もう二ヶ月待ってます。うん。それで何回そのお願いの電話をしたんですか。ええー、三回。うん。じゃあもうちょっと頻度上げるべきじゃないですかね。多分。えもっと電話。 なこれ以上したらなんかしつこいとか言われそうで嫌だなと思ってでだからえっ、ー、と連絡を取れないっていうのは何の連絡をしたいんですか逆にえっとその住んでいる役所への提出しなければいけない書類っていうのがあるんですはい、はい、じゃあもう弁護士雇うしかないんじゃないですかだって弁護士相手ですから相手は今弁護士相手に対してるんですもんねも の弁護士から言ってもらうっていう形、はい、はい、わ、はい、かりました。はい、ありがとうございます。はい、はい、失礼します。なんか何喋っているのか分からなかった。うん、なんか普段だったらガチャ切りするのになんか、うん、失敗したなマジで、うん。なんか。 ままだなんか普通に会話できてたからさ、うん、でも絶対あれ酒飲んでるべ俺もう基本的に酒飲んであのトツくる人俺基本的に即切りしますよ俺 <laughs> はいっていうよろしくお願いしますえっ、ー、と何ですかはうん、ああなんだあはバばうんバば相談ラインなのにうん相談ラインだけど相談じゃないです知識の肥やしになれば障害者年金は写真上 あ写真上部赤線より偶数月、えー、金額は最高額でなくても20万円近いだけですといううん多分だから金額的にはそうだよね2級ってことだね、うん、でおうおうおおなるほどねこれは1級なのかなうんねえ。 あの、わざわざ、わざわざ、あの、個人情報を送ってくれてる方がいらっしゃるわ。<laughs> あの、だいぶ僕のことを信頼、信頼してくれて、あの、なんすか、あの、なんすか、あの、僕、俺初めて、初めて見ました、これ。あの、障害者年金の振り込み通知表っていう、はい。 振り込み中通知書っていうのを写真撮って送ってくれました。うん、違う方がね。うん、違う方が。はい。<laughs> マジで。おう、見た見た。うん。1級言ってたから、えー、2ヶ月でのその金額かと思った。あー、なるほどね。うん。そうだ、多分その2級っぽいね。多分ね。さっきの方はね。この方が多分1級だからね。うん。 そそうそうあの僕のことをだいぶ信用してくださってるみたいで、えー、だいぶ個人情報だら漏れのやつを送ってくださいましたけど、ありがとうございます。えー、あのどこにも流出はさせませんので、ご安心ください。はいいいいっっててううね、うん、まあっていうことらしいです なんですかプーさんところは誹謗中傷は固く禁じてると思ったのですがやはりコメ欄で言われてしまうのは私の話し方のせいなのでしょう。本当にこの3ヶ月以上は飲んでません。ん今してるのは俺たちが酒飲んでるか飲んでないかの話やで。うんちょっとよくわからないけど。と、えー、いうことでね、えー、ありがとうございます うん、さっきの人、うん、<laughs> さっきの人、うんまあ、よくわからないですけど、うんまあ、あの基本的にねノックとかミヤマ山のところの、ね、配信にねあの複数回ととつってる人はね俺もちょっと身構えますそれは。 あの、偏見で申し訳ないですけど、あの、あんまり偏見とかしないように僕は心がけてますけど、ちょっと申し訳ないですね。やっぱり僕のね、あのー、気もちょっと入ら、入りづらいっていうのはちょっとあるっすね、正直。うん、ごめんなさい、これは。本当に俺の良くないところではありますけども、やっぱりね、ノックとミヤマンのところにね、ちょっとね、複数回上がったことがある人はね、ちょっとやっぱ僕はね、構えてしまいます。すいません。 はいっていうねすいませんねこれあんまりよくないんでしょうけどえっていうねはいそういうことでございますんですみません「ズンズクズンズンズクズクズクズンズクズンズク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 ズズク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 ズ